女子ゴルファーの金田久美子が21日、インスタグラムのストーリーズを更新。同日まで出場していた大東建託クイヘアネットレディース、ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ5に熱中症で救急搬送されていたことを明かした。金田は熱中症でホールアウト後アテストの部屋で立てなくなり単価で運んでもらいました。恥ずかしくてたまらなかったです。 自分で立てますバーサスダメです救急車ですのやりとりを繰り返し救急車で病院へ連れて行ってもらいました、と投稿。症状について、嘔吐と体の痺れで思ったより辛かったです。とし、救護室で点滴をしてもらい病院でも検査してもらい復活しましたご迷惑をおかけしました関係者の皆様、ありがとうございました、と感謝した。最終日は73で、通算8アンダーで56位。 応援に来てくれていたギャラリーの方、なんでごめんなさい。フラフラでプレーの中、キャディーさんが全力でサポートしてくれて本当に助かりました。ありがとうございました、と綴り、情けなくて年寄りみたいで悲しいので引き続きより一層トレーニング頑張ります、と誓った。